皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社ツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。青ヶ島と八丈島5日間、東京都心から南へ約 290km の八丈島と、さらに南へ約 67km 離れた絶海の孤島青ヶ島の2島を訪れる今回のツアーは、竹芝桟橋から八丈島まで貨客船橘丸と、八丈島から青ヶ島までは青ヶ島丸を乗り継ぎ青ヶ島へ。青ヶ島丸の就航率は 50-60% と言われ、青ヶ島に入港しても波が高いと着岸できず引き返すこともありますが、今回は幸運にも予定通り青ヶ島に入港することができました。船上から見た青ヶ島は急峻な崖がどこまでも続き、まさに絶海の孤島の雰囲気を感じました。上陸し昼食後、青ヶ島観光がスタート。標高423メートルの青ヶ島で最も高い大トンブへ。曇り空でしたが、青ヶ島を有名にした世界的にも珍しい二重カルデラの絶景をご覧いただきました。その後、日本ではめったに見られない南方系のシダの一種、大谷渡り群生地や池の沢地区に噴出している地熱を利用した天然サウナで有名なふれあいサウナをめぐり、最後に焼酎工場へ。青ヶ島には青酎というほとんどの工程を人の手で行っている、青ヶ島で昔から作られている焼酎の製造方法など説明を受け、試飲も楽しみました。2日目はあいにくの雨の中の観光となりましたが、ヘリポートの見学では青ヶ島に毎日1便飛ぶヘリの出発をご覧いただき、池の沢噴気孔群の地熱釜で自分たちで蒸した野菜や卵をおかずにお弁当を食べ、再び青ヶ島丸に乗船し青ヶ島を後にしました。本来は青ヶ島に2泊の予定でしたが、2日目以降天候が崩れることが予想され、予定のフェリーが欠航になる可能性が高く、急遽日程を1泊に変更いたしました。その分、八丈島は1泊の予定を2泊に変更し、玉石垣、大阪展望台、服部屋敷などの観光に加え、八丈富士の中腹にあるふれあい牧場などの観光を増やし、2日間たっぷりと八丈島を巡り、復路は航空機で羽田空港へ帰路に着きました。今回のツアーは上陸するだけでも難しいと言われる青ヶ島を、日程は変更となりましたが観光することができ、貴重なツアーとなりました。海へ、旅へ、クルーズへ。クルーズのことなら豊かクラブへお任せください。